まあ、10坪ぐらいの店舗に1000着ぐらいの古着を置いて、セルフレジでお客様に決済をいただくっていうような古着をやってまして、無地の店舗が全国13店舗、商品の仕入れとか選択とかめちゃくちゃ大変なんですよ。結構重労働で。加盟店さんはそこをやらずに店舗運営にまず集中ができる。ウィヤコグリです。本日はセルフルギの南雲社長にお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。お願いします。南雲さん、1年ぶりぐらいかな。そうですね。私は昭和のおじさんなんですが、なぜか平成リユース界の中に昭和が1人ぶち込まれる回が1回ありまして、そこでね、お話しさせてもらって、すごい面白い人がいるなと思って。林くんのところの FC チャンネルとかにも出演されてますよね。そうですね。1年半ぐらい前に出させていただいて。YouTube ご覧の方は南雲さんのこと知ってる人いっぱいいるかもしれませんが、改めて自己紹介お願いしてもいいですか？セルフルギの代表している南雲と申します。セルフルギは無人の古着屋ですね。まあ、10坪ぐらいの店舗に1000着ぐらいの古着を置いて、セルフレジでお客様に決済をいただくっていうような古着をやってまして、無人の店舗で始まったんですけど、無人の店舗が全国13店舗、有人の店舗もやってまして、そちらが全国3店舗という形で計16店舗運営をしています。売るときで月に100万円以上の利益が出てる買取店が増えてきてます。今なら買取集客の成功と失敗の事例集を無料でプレゼント。詳しくはコメント欄から。だから、有人の店舗をやってるイメージが全くなくて、無人古着っていうイメージがすごく強い。どんどんダウンさんのところもね、やっていて、御社にとって競合になっちゃうかもしれないけど、コロナの時とかはすごいメディアにも取り上げられていて、結構やっぱ流行ってるんですか？無人店舗っていうのは。セルフ売り場1号店が池袋にできたのが2021年の12月。それが多分全国で3店舗目ぐらいだったんですけど、今もう数えるのもアホらしくなるぐらい、全国300とかは超えてる。多分3年で？そんだけ流行ってんの？300から350店舗が全国であると思いますね。無人での古着店が、そうです。なんで流行ってるんですか？やっぱりこう初期費用が安いので、個人で古着を転売されてた方とかっていうのもものすごくこうエントリーしやすいような店舗ビジネスなのかなっていうふうに思ってるんで、敷居の低さみたいなところが一番増えてる要因なのかなっていうふうに思ってますね。無人だと服盗まれちゃわないの？盗まれるリスクはもちろん高いと思います。とはいえ、有人店舗でも万引きリスクが常にあるので、そこをどういろんな仕組みで抑止していくかっていうところは、有人店舗でも考え方としては変わらないのかなと思いますね。でも300店舗もあるってことはね、結構成立してるっていうことだよね。ただまあ結構個人でやってるようなところは、やっぱどんどんなくなっているようなケースもあったりするので、バーって増えてからは、まあ16店舗あるような、まあ僕らだったりとか、他にもこう10店舗近くあったり、業界トップのところは40店舗ぐらいあるので、プレイヤーが集約されてるようなイメージはあるかもしれないです。まあひょっとしたら日本だからってのあるかもしれない。犯罪が起きづらいみたいなところはあるかもしれないけども、無人の方が利用しやすいとか、ユーザーニーズみたいなのはあったんですかね？結論あったと思ってまして、アパレル店舗とかで店員さんに接客をされるみたいなところを嫌うそうって結構多くて、店舗でアンケート取ったりしてるんですけど、無人でめちゃくちゃ居心地よかったですっていうお声とか、もう回答者の6割ぐらいの方がこういうポジティブなので。まあ、確かに服買いに行くときに店員と目を合わせないように努力してる自分いるよね。極力話しかけるなオーラを出しますね。そうだよね。本当に買いたい時とか迷ってる時とかはめっちゃ目線合わせに行くけど、これ以外はちょっとちらっと見たいだけだからプレッシャーかけに来ないでって思っちゃうよね。そこが気軽なんだ。例えば何回も試着室を使わせてもらうとかっていうところに抵抗感があるみたいな、まあ、僕割とそっちタイプなんですけど、もう10回でも20回でも試着できるんで、無人の場合は気軽さみたいなのあるかもしれないですね。EC で買うののリアル版みたいな、手触り感のある EC サイトみたいな感じで使えるのかな。小林さん、例え方めちゃくちゃ秀逸だなっていうふうに今。ありがとう。そういう感覚なんだったら確かにいいよね。ツイッターとかで店舗の経営状況を赤裸々にこうつぶやくじゃない。あれすごいなと思ってて。で、なんかどうやら最近調子が良さそうだと。ありがたいことに、いろいろまあ努力して頑張って良くなってきたっていうのがまあ正しい表現かなって思ってますね。通常だったら春ぐらいがピークで、そっからちょっと落ちちゃうみたいなね。アパレルはそもそも2月8月から閑散期で、どの店舗とかもまあ棚を絞って人も減らしてっていうふうにするので、古着業界もそうで、僕らのメインのお客様って大学生の方が多いので、8月そもそも地元に帰って東京にいないみたいな感じだと、ものすごい下がるっていう、そういう人の動きもそうですし、T シャツとかそもそも夏物って安いので、なる単ほど。価がめちゃくちゃ下がっていくっていう。直近で言うと、4月より本当は5月の方がいい。本来的なマーケットの動きは4月が良くて、そこから9月、9月、9月ってイメージ下がってはいくんですけど、8月にそこを売って、また戻ってくる。だが、御社は？そうです。4月、5月がチェーン全体で105%ぐらいで、5月、6月も105%近くぐらいのイメージ着地に込んでますね。それは、店舗を増やしてるからグループ全体でって話ではないんだよね。3ヶ月以上を運営してる既存店舗っていう定義で、なんで？
去年の夏が実はめちゃくちゃ僕ら悪かったんですよ。フランチャイズができ始めたのって去年の4月5月くらいから僕バーってきたんですけど、そこまで良くなかったんですね。これなぜかで言うと、急ピッチで拡大してたので、品質担保しつつバルクで仕入れるっていうのがかなり難しくて、急ピッチで仕入れて必然的にしっかり準備するよりも品質が下がってしまうっていう、まあ、去年の反省がすごく強かったんで、12月ぐらいから海外とかも含め5、6社ぐらいのところから商品買い付けて、いいのを本当厳選してっていう、その仕入れの戦略だったりとかうまくはまったかなってイメージですね。じゃあよりいい商品をちゃんと集めることができた、うん、物販なんで物が命だと思ってるんで、うん、そこが一番大きかったかなと思ってます。転職を考えている方、一緒にリユース業界を盛り上げませんか？売り時では全ポジション積極的に採用しております。詳しくは概要欄から。今はフランチャイズ化してやってるんだよね。直営は？直営は、今2店舗ですね。内訳的には無人店が直営は0で、有人店舗が2ですね。あ、まあ有人店は普通の古着屋さんだよね。友人と呼んでいいのかみたいなんですけど。他の古着屋さんと違うことはめちゃくちゃ特徴があるっていうことではないんですけど、80年代から90年代の古着業界でこうグッドレギュラーとかって言われるような、ヴィンテージではないけど、ちょうどいい古さっていうのが20代の子たちにめちゃくちゃ流行ってるんですね。グッドレギュラー中心の店舗っていう形で、物では差別化してるイメージです。あ、じゃあちゃんとそこはコンセプト立ててやってるってことで、セルフ古着の方はどうなの？セルフ古着の方は、有人店舗の商品の平均単価が、まあ大体ざっくり5000円前後だとすると、セルフ古着は3000円くらいなんですね。2000円から3500円くらいのアイテムが中心なので、グッドレギュラーみたいなのも一部置いてはいるんですけど、安価に手に取りやすい価格で自分のペースで買い物ができるっていうのが、無人化のコンセプトかなと思ってます。有人店と無人店で単価を変えてるのは何だ？理由がまず2つあると思ってまして、1つはやっぱ万引きに対するリスクをテーブルで減らしたいっていう観点ですね。友人店舗で1万円とか2万円のものも平気で置いてあるので、人いない状態で置くというかさすがに怖いなっていうのが まず1点ですね。2点目は結構、古着って商品の文脈で売るみたいなところが結構強くて、このブランドのこのタグはこういう歴史的な背景で作られててみたいな、文脈に惚れて買うみたいなケースが多いんですね。友人店舗で接客ありきで物を売るっていう、単価高いアイテムはそういう傾向がすごく強いので、友人店舗は単価高いものを置いておくっていう流れになりますね。じゃあやっぱ高い商品は何かしらのセールストックがないとやっぱ売りづらいんだね、きっとね。じゃあセルフ古着の方はフランチャイズやっていて、本部である御社は何をしているの？いくつかの機能があるんですけど、まず一つは本部で一括でバルクで商品を仕入れて、それを本部の倉庫で洗濯乾燥して各店舗にタイムリーに届けていくっていう、仕入れと洗濯乾燥みたいなバックヤード機能っていうのをまず本部でやってます。加盟店さんは商品の仕入れとか洗濯乾燥ってめちゃくちゃ大変なんですよ。結構重労働で、加盟店さんはそこをやらずに店舗運営にまず集中ができるっていうのが一個ですね。ビジネスの上流部分ですね、サプライチェーンの上流部分を本部化になっていって、小売の下流の部分をオーナーさんを集中していただいているっていうのが本部と加盟店の機能の違いかなっていうふうに思ってます。であとはまあ、集客支援としてはインスタグラムの広告を僕らのフィーいただかずに広告費だけで本部が全部運用してます。クリック単価がいくらでみたいなことを個展で AB テストするって結構しんどいと思うので、本部で一括やって AB してよかったクリエイティブを全体展開していってっていうような機能になってますね。入り時年間でどのぐらい出るイメージなんだろう。いい店舗だとですね、無人の古着屋を見つけてその店舗見に行った時になんかもっとマーケティングで立てるなっていう。